皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本における新型コロナウイルスの収束が近づいているといったニュースを見ていきましょう。なお、収束の方向にはありますが、これは現在進行形の話で過去形の話ではありません。ですから将来においては再び感染者が大きく増加するということもあり得る話です。なぜそのようなことが考えられるかといえば、新型コロナウイルスはパンデミック、世界的な流行を見せています。ですから日本において感染がある程度収まったとしても、世界中を見てみればまだまだ感染地域というものがあり、それらが流入する可能性というのはあるのです。ただそれはそれとして、日本国内においては収束に向かっているというデータをまずは見ていきます。